東島界隈のね、庄司です。メインストリートにはね、大勢の観光客が行き交いしていらっしゃいますが、ちょっとこう通りと通りを結ぶ細い庄司に入りますとね、こんな庄司がいくつかあるんですが、ほとんど人通りがありません。本当に静かなところなんですよね。昔はこんな、通りが、細い庄司が東だけでなくいろんな場所にありました。車社会になってこういう庄司が大変少なくなりましたけれどもね、こう家と家とこう家並みが寄り添うようにね、あるんですけれども、むしろその寄り添う、あるいはこの細い家並みが非常に温かく感じますね。日本画家ドド利政、洋画家小田根五郎、2人が描く金沢。2002年から2004年まで毎週土曜日に放送していた金沢百景、初回から100回放送分までの作品を一つにまとめたのが書籍金沢百景です。インターネット通販サイト金沢屋でお求めいただけます。詳しくはご覧のところまで。